続いて頑張れ田淵さんからです。力一くんのお父さん昨日東急ハンズで見たで。別にいいだろう、いても親父が東急ハンズの何階にいてもいいでしょうが、別にどこのコーナーでね、別になんかまな板を見てようと工具を見てようといいんですよ。ただ腕時計買おうとしてるときは連絡くださいって感じですね。別にいいだろう。